三枚岩先生です。今晩ね、数カ国なんですけども、そうですね、10月24日5時35分ですね。このようにね、今1800円、これ下になって売りなんだけども、これスプレッドが多いんですね。金やめた、金すごい多いんだもん。これ下で本当だとこれだったらもう2000円ぐらいプラスになってるんですね。まだマイナスですよ。金はね、買っても相当、まあ売ってもね、売り返しても非常に多い、手数料多いですね。だからこれ稼ぐのにこんぐらいで3000ぐらいじゃないかな。こんぐらい下がっても利益は3000ぐらいですよね。このとこ5000してるけど3000しないといけないね。なあ、100万ぐらいですね、金買いましたけどね。マンキン、まあ、猫ちゃんがいてミルクあげたんだけど、スキンミルクは飲まないんで、ね、スキンミルクは飲まないって、ね、で少し温めてね、猫舌まで冷えてるから消毒でちょっと一回そして海で猫のミルク、スキンミルクなんだけどね、まあ1293円ね。まだまだだね。あんまりね、欲張んないで1万ドル以上投資してね、でちょっと下がった時にね、こう下がってもね、こう落ちない時あるんだよね。こう上がっちゃうことあるんだよ。だから、こういう時あるから、ここら辺で取引だったら、ここで下がったらどうかという感じね。ちょびっとも利益取るのがいいかもしれない。早くね、100万ドル投資したいんだよね。100万ドルだと30万でしょ？ 3000 でね。今の桁で言うと、これで12万ぐらいなんだ、ね。資金少ないから3万円しかないから、吸っちゃってるからね。猫はね、ちょくちょくちょく、うんだけど、僕のあれ身体の運動にいいかもしれない。還暦になってるからもう。60歳もう過ぎちゃった。10月17日でね、今月。このインジケーターは最高ですよね。もう次で。絶対金取引しない。すごいもん、これ大変だもん。怒ってね、これね。あ、これマイナス9キュッてやっとかないといけないね。ちょっと待ってね。
これここまで落ちてくるんだね、ずらずらってね。目安としてはこれにぶつかるところまでが一番いいんですけどね。このインジケーターはね、30万ですね。今これデモ作ってないんでね、ライブしか、デモはちょっと、下のリンク先に用意しておきますけど、30万ですね。FX 用ね。まあ時間足は万能です。この上の3列出てきます。表示ね。このシグナルの勝率ね。で、これ平均ピップス。これ 0.470 ですね。ピップスね。だから470ピップスぐらいですね。1000かけるから。エンジで言えばね。ストップ。コードクローズしてんだけど、コードクローズってどうなるの？これアラートね。これアラートしてるね。注文設定は これあんまり使ったことなくて分かんないんだよね。でもいいしかないな。やっと3600減ってきたんだけど、資金はねこの10倍ないと5万ドルできないですね。投資できないですね。5万だったら1日で1万5000ぐらいで、鳴らしてね。じゃあちょっとね、ワードタンクでもちょっとやって、サンディグラフィックの仕事で変えられるようにちょっと勉強でね。ゲームで遊ぶわけじゃないんだよね。仕事でね、同じものを作れるように勉強のためにゲームの方に行ってきます。仕事でね。
じゃあちょっとまたよろしく。